ょっと驚きの結果なんですけど、ダイソーの方がいい音になってる気がする。マジで？皆さんこんにちは、水野三木巻姉妹です。さて今回なんですけども、またもやですね、調子に乗って似た商品の比較というものをやっていきたいと思います。前回のですね、ドンキホーテとダイソーの似たような Bluetooth スピーカーの比較でかなり好評だったもんですから、味を占めてですね、またもや似た商品比較という動画を出していきたいと思いますよ。ええー、おいお嬢じ、ジャンク修理はどこ行ったんだ。そう思いますよね。ちょっと待っててね。ちょっと待っててね。すぐやる。大丈夫。というわけで今回比較するのはこちらの商品です。ダイソーの300円 USB ミニスピーカー、3W のスピーカーですね。それに対してこちら、サンワサプライ、Amazon などで1200円ぐらいで売ってる、スピーカーです。USB スピーカーですね。3W。同じようなキューブ型のスピーカー。どちらも USB ですよって歌ってる商品ですね。300円と1200円なんで、まあ4倍近い値段の、4倍ほどの値段の差があるわけなんですけども、一体何が違うんだ？詳しい方はもう分かってると思いますけど、一つ大きな違いがございます。形も若干違いますけどね。おいお嬢じ、ふざけるなと。比較対象にならねえじゃねえかよって思ってる方もいますよね。こっちも USB スピーカーで、こっちも USB ケーブルで接続できるっていうことで書いてるんですよ。決定的な違いとして、こっちはね、USB とミニプラグ、両方あります。どういうことかっていうと、この USB ってのは電源用なんですよね。5V の電源用。USB 端子って 5V の電圧が取れるんですよね。この 5V の電源を USB からもらうと。で、音楽の信号自体はこのようにミニジャック、普通のヘッドホン端子ですね。3極のヘッドホン端子から取るとミニプラグですね。対してこちら、で、サンワサプライのやつ、USB ケーブルのみです。ミニプラグございません。パソコンの USB 端子につなぐと、パソコンで再生した音楽をこちらに取り込んで鳴らしてくれる。こっちはもう完全にパソコン専用ですね。パソコンの USB 端子に接続しないと音楽は鳴らないです。で、何が違うかっていうと、オーディオインターフェースっていうものが内蔵されているか否かなんですよね。こっちにはオーディオインターフェースってのはありません。もうパソコンとかスマホとか、そっちが鳴らす音をアンプで増幅させて音を鳴らすと。対してこっちはパソコンの音楽のデジタル信号を受け取って、そこからアナログ信号に変換してアンプで増幅させてスピーカーで鳴らすという形なんですよ。どっちがいいんだと。どっちがいいんだお嬢じと。一般的にパソコンで使う場合はこっちがいいとされてます。なんででしょう。なんでですか。そうです、パソコンの中はめちゃくちゃなんかすげえなんかノイズがうごめいてるんで、パソコンの中でアナログ信号に変換した音楽の信号っていうのはノイズが乗っちゃうと。それを拾うんで、こっちはノイズが乗った音っていうか、まあ汚い音、綺麗じゃないと、音が綺麗じゃないんだぜっていうのが一般的に言われてることです。対してこっちはパソコンからはそのまま信号だけ受け取って、ここでスピーカー側で音楽のアナログ信号に変換するんで、ノイズが乗らないということで綺麗な音が出せるっていう風に言われてます。はい、説明長い。内部構造まだ見てないんですけど、基本的にはこっちの方が高音質だろうということがわかります。基本的にはですね。ただですね、本当にそうだと思いますか？わかりますか？違いが。1200円のスピーカー、300円のスピーカー、本当に違いがわかりますか？私にはわかりません。絶対に俺わかんないと思う。俺はね、絶対違いわかんないと思います。本当に音の違いがわからない男なんで。オーディオインターフェースが USB 接続で外部に出てるからって本当に綺麗になると思います？本当に違いますか？それを検証していきましょう。お嬢女は耳が腐ってるんで絶対にわからないと思います、まあ、皆さんはわかるかもしれませんけど、俺は違いに気づけない自信があります。というわけで早速ですね、聞き比べからやっていきたいと思います。それでは聞き比べ開始。
はい、というわけで比べてまいりましたけども、結構はっきりと分かりました。マイクの性能のせいでこの動画上ではどのように聞こえてるかちょっとまだ分かんないんですけど、私の耳で聞いた感覚だと3話サプライの方は低音がしっかり出てるのとボーカルもはっきり聞こえてた感じがします。対してこのダイソーの方は、まあ、低音もスカスカだしボーカルの方もなんか埋もれちゃってる感じがしましたね。どうなんだろうな、こういうのも好みになるんだろうかよくわかんないですけど、多分普通に一般的にいい音なのはこっち3話サプライの方だと思います。でこっちはちょっとやっぱスカスカ感がありましたね。スカスカだしボーカルがそれほどはっきりくっきり聞こえるわけでもないしみたいな感じですね。一番気になってたオーディオインターフェースの部分が分かんなかったな。そのノイズとか乗ってない感じするけどな、私の耳で聞く限りではノイズは全然分かんなかったですね。パソコンから発せられるノイズみたいなものはあまり分からなかったな。オーディオ音痴目線ですよ。オーディオ音痴目線、耳が腐ってる人目線でね。だけど確実に音はいいですね、こっちの方が力強い、めちゃくちゃ。というわけで早速ですね、中身の違いってのを見ていきましょう。ここがメインですね。何がどう中身違うんだっていうのをしっかり見ていきたいなと思います。それぞれ分解していきますか。それでは分解開始。はい、じゃあまずは100均の300円のスピーカーからやっていきます。はい、オッケー。まだクパーしないよ。期待してるのかい？クパーはまだお預けだよ。はい、次こっち。あ、同じだ、構造的には。オッケーです。じゃあまずは、3話サプライの方から開けてみましょう。よいしょ。はい、こんな感じ。バーン、よいしょ、こんな感じです。基板の大きさが全然違うね。まあ、こっちはオーディオインターフェースもついてるからだと思うけど、こっちはアンプだけですね。あれ、これスピーカー自体あんま変わんないんじゃない、もしかして。ほぼ一緒じゃない、ほぼ一緒。やっぱじゃあ基板か。あと作りですね。作りも大して変わらんな。中に何か入ってるわけじゃないし、プラスチックの厚みは違うな。こっちはもうグニグニだけど、こっちは硬い。こっちグニグニ。こっちもめちゃめちゃ硬い。チップ見てみようか。取り出してみようか。録画し忘れてました。すいません。今基板取り外しました。100均の方はこうネジ止めされてるだけでしたね。こんな感じです。ミニジャックのこのヘッドホン端子から来てる信号これですね。LR、そしてグランド。この信号をこのボリュームで絞って左のアンプ右のアンプにそれぞれ出して、ここで増幅させた信号を右と左で両方出してると。アンプがそれぞれ独立してますね。 USB は 5V とグランドしか繋がってません。でこっち3話サプライのやつ、これは表側からこのボリュームをペコッと取って、この穴にボリュームが飛び出してて、それをナットみたいなんで固定されてましたね。でこのナットみたいなの外せばすぐパカッと取れました。
で、このサンワンサプライズのやつの基板は、パソコンと繋がってるのはここっすね。この4本。USB の 5V。で、データプラスデータマイナスグラウンド。ここで、アナログ信号に変換して、このボリュームで絞って、ここのアンプに行くと。で、このアンプは一つになってますね。ステレオアンプってやつですかね。100均のやつはモノラルアンプが2つついてるんだけど、こっちはステレオアンプ1個。それぞれ左右に出力してるという感じです。チップの能力もあるんだろうか。この音質の差っていうのは。もしくはこいつがいい仕事してんのか。アナログに変換する時点で綺麗、相当綺麗なものにしてくれてんだろうか。で、さっきも言ったけど、スピーカー自体はそんな変わんないんだよね。見た感じ。このチップの違いがあるかもしれない。アンプのね。このアンプそれぞれちょっと調べてみますか。なんて書いてる？ PAM8403。なんか聞いたことあるぞ。100均の方は LTK8002D。あ、これ。500円の Bluetooth スピーカーと一緒だ。LTK8002D。そうだ。あの Bluetooth スピーカー用のチップだ。どんなアンプが使われているのか調べてみることにしました。以前の私の動画なんですけど、500円の Bluetooth スピーカーの分解をした時の LTK8002D 同じですね。ドンキの980円の Bluetooth スピーカーと、これ待ってよ。この動画の両方に使われていたアンプですね。両方とも同じアンプでした。それが、これ。LTK8002D。Bluetooth スピーカーはモノラルスピーカーだったんで、このチップが1個だけついてましたね。なるほど。同じものなんだね。じゃあ、これで調べてみますか。パムなんたらって聞いたことあるぞ。これなんか結構有名なやつじゃない？もしかして。この、安くていいやつじゃない ?PAM8403。やっぱり有名なやつでしたね。PAM8403。こういう風に、激安アンプ基板として売っているやつ。これに使われているチップみたいですね。いろんな種類があって、この10個で600円とかのやつもあるし、ボリューム付きで、2、300円で売ってたりもしますね。これだ。秋月とかでも、このステレオ DQ アンプモジュールキットとかで売ってたりするやつですね。だから有名なんだね。最大出力 3W×2 チャンネルのステレオ DQ オーディオアンプですと。結構じゃあいろんなところに使われてるやつだ。それぞれのチップの値段はというと、LTK8002D が 4.22 ドルぐらいか。送料込みで。で、10個。なんで、まあ 0.4 ドル、0.4 ドル、0.5 ドルぐらいですね。1個あたり。で、PAM8403 は送料込みで2ドルぐらい。で、10個なんで、1個あたり 0.2 ドルぐらい。100均の方に使われているアンプの方が高いわ。2個で 0.85 ドルと1個で 0.2 ドル。やっぱこのオーディオインターフェースのこのチップの方が高いんだろうか、相当。CM102S。なんか偽物と本物があるみたいで、このマークが削られてたりするやつがあるらしくて。これとかね、マーク削られてるんですよ。要するに、まあ、流用品なのか何かから取ったやつなのかわかんないですけど。まあ、ちゃんと本物なのかわかんないですけど、安いところで見ると、0.7 ドルぐらいか。ちゃんとしたものっぽいところでいくと 1.5 ドルとかかな。どれが本物でどれが偽物なのか全くわからんな。まあ、0.7 ドルから 1.5 ドルぐらいって感じかな、多分。もう偽物とか本物とかもわけわからんな。でもまあ、その値段そのままじゃないだろうと思うんで。このチップだけで言うと、この2つとチップ部品だけの値段、他の素子は完全に度外視して、これとこれ、で、そしてこの2つだけの値段で言うと、もしかしたら同じぐらいかもしれないですね。これつが激安品だったら。ただまあ、仕入れるロットとかにもよるとは思うんで、全然わかんないですけど、なんとなくそんなに差があるチップが使われてるわけじゃないんじゃないかなっていうのがわかりました。はい、というわけで、大体なんか、なんとなく中身がわかってきたところで、実際この音質の差を作り出してるのは、どのパーツなんだ、おい。ってことですよね。スピーカーはそれほど変わらないと思うんでね。なので、とりあえず基板変えてみたいと思います。この基板を入れ替えてみましょう。この基板をこっちに。この基板をこっちに。それでどうなるか見てみようかな。ね。逆転するのか。それとも、そんなに変わらないのか。とりあえずこっちを閉めとこう。
じゃあ基板外していきます。絶対配線覚えてないな俺。はい、取れました。次こいつ。オッケー、取れた。ケーブル抜けないようにするやつってこう結ぶのが一般的なのかな。ダイソーも三和サプライも両方結ばれてる、こうやって。オッケー、ダイソーもこうやって結ばれてるんですよね。はい、これで組み立てましょう。よし、基板をどこに出すかだよな問題は。じゃあこいつを通します。あれ？もう完全に忘れてるわ。どこだっけ？あれどっちだっけ？早速わからん。はい、というわけで、しょうもないんですが、取れてませんでした。ごめんなさい。一生懸命ハンダ付けしたんだけどね。すいません。じゃあハンダ付け終わりました。取れそうだけど、まあ、とりあえず仮でやってみます。そのまま突っ込んでいいかな。ちょっと音量を調整できないんですけど、それはそれでまだいいや。とりあえず音が鳴るか確認します。OK。音鳴りますね。次は3音サプライの基板をダイソーのスピーカーに取り付けていきます。はい、じゃあ次こっちやっていきます。100均のダイソーのスピーカーに3音サプライの基板を付けていきましょう。そこ基板入らないんで外に付けますか。基板を外付けにします。オッケー。はい、オッケー。一回音鳴らしてみようか。ちゃんと鳴るかどうかですね。オッケー。じゃあネジ止めして聞き比べしていきたいと思います。楽しみですね。というわけで、やっぱりね、ボーカルと低音こっちスカスカになってる、さっきと比べて。でこっちは強くなってる。ただ多分このボックスが柔なせいでなのか、柔なせいなのか、なんか歪んでる感じがする。この聞き比べた時のこの明確な差だったボーカルと低音の部分っていうのは、アンプまたはこのオーディオインターフェース、この部分かもしれないですね。スピーカーとかの部分についてはなんかあんまり変わりない気がするな。面白。こっちよりもこっちの方が音がくっきりしたもん。やっぱあのパムなんたらかんたらっていうアンプの力なんだろうか。あ、すいません、全部私の個人的な主観です。専門的な知識な全くないけど感覚的なもんですね。すいません。あ、すいません完全に素人が聞いた感じの雰囲気です。雰囲気。こっち
ち弱くなったな。アンプのパワーって絶大なんだろうな。ということで、こちら。確かこれが、これなんだ?パムだったんじゃないかな。PM80、8610。で、PM8403。こいつなんだっけ ?8403 か。で、これだ。こいつですね。PM8403。昔なんか買って持ってたやつ。ボリュームもないし、電解コンデンサもないんで、多分、音的にはしょぼいんだろうと思うんですけど、まあ、同じチップっていうことで、これだとかなり、なんて言うんだろう、物足りないかとは思うんですが、まあ、同じチップってことで、こいつを100均のスピーカーにつけてみたいと思います。似たような音になるのかっていうところですね。で、サンワンサプライのやつは元々のこいつを戻します。100均だけこいつに交換する。それで音がどうなるのか見てみましょう。で、この辺は以前買った中華アンプですね。こういうやつらはしっかりね、でっけえコンデンサ乗ってて、多分強いやつなんだけど、結構音鳴りますね。ただ 12V 駆動じゃなかったかな、この辺は。今回はこの辺を置いといて、パムなんたらなんたらに合わせて改造したいと思います。アンプを同じものにしたら同じような音になるのか確かめてみたいと思います。まずサンワンサプライ元に戻そう。お待たせしました。意識高い系ハンダゴテタイムです。お聞きの BGM はスクリューオールナイト。海外の修理屋さんの YouTuber の真似をして、小手先を変えたらゴッツ使いにくいヤンケリミックスです。ごゆっくりお楽しみください。なんか間違ってる。白と緑間違えた。オッケー。よし、なるかな。オッケー。完成。じゃあこいつは元に戻ったと。サンワンサプライ。で、次に100均のやつなんですけど、ここでですね、もともとついていたのがこちら、モノラルのアンプですね。こちらが2個ついてたんですけど、サンワサプライと同じ PAM、PAM8403、PAM8403、こちらがついたアンプに変えてみたいと思います。これ多分めっちゃ安いですよ。10枚で200円とかじゃないかな。1枚2、30円じゃないかな、多分。めっちゃ安い。Amazon でも買えるやつです。似たような音になるんじゃねえかなと思ってるんですけど、スルーホールになってんだ。入らへんやん。まずこっちに 5V ですね。 5V のプラスマイナス。ここ音声入力の左とグランドと右それぞれ判断します。細かくてな、ちょっと。ここがアウトですね。L、R と。最後、ショースピーカーね。マイナスプラス。OK、できた。ちょっと仮で音鳴るか確認します。すげえ音したな。何なんだ。ノイズすごいな。ノイズえぐ。電源が悪いかもしれん。なるね。OK、なりました。ただね、今ノイズが鳴ったんですよ、最初。電源を取るためのこの 5V の USB。パソコンの、USB ハブにつなぐと、めっちゃノイズ乗ります。充電用の USB。こちらに接続すると、綺麗な音になります。パソコン用の 5V につなぐとダメだ。ノイズがえぐい。とりあえず鳴ったんで、これはこれで一旦組み立ててみたいと思います。で、音質の比較ですね。やってみましょう。どんぐらい変わるのか。良くなってんのか悪くなってんのか。こんなしょぼいアンプに。これからさ、これに変えたってことは、しょぼくなってる、多分ね。普
通に考えるとね、まあ、チップがいくら同じとはいえ乗っているそのコンデンサとか余裕がない感じするんで、コンデンサがないからなんだろう、綺麗な電流じゃないとノイズが乗っちゃうってことなんだろうね多分。いやマジで詳しいこと全然わかんないですけど、そういうなんかそういう感じのこともある的なない的なことを聞いたことがあるようなないような雰囲気を醸し出すような感じのでなんかで聞いたことがある感じですね。 OK できた。じゃあ聞き比べしてみようか。からやってみたいと思います。電源入れます。電源オン。ちょっとポップアップノイズ乗るね。やっぱノイズが乗るな。なんかちょっとノイズが、なんかちょっとノイズ乗りますね。じゃあ再生してみますか。驚きの結果なんですけど、ダイソーの方がいい音になってる気がする。マジでノイズ対策とかちゃんとされてないと思うんで、そのホワイトノイズっていうかな、無音の時もノイズが乗るんです。ハムノイズっていうのかな、無音時でもノイズが乗っちゃうんですけど、あとポップアップノイズとかねあるんですけど、それはポップアップノイズはこっちもあるんだけど、音がな、逆にこっちの方がこもって聞こえた。ダイソーのやつの方がなんかもうフルパワーで鳴らしてるみたいな、全部の音全部出すみたいな感じがしたな。こっち少し抑えられてる感じ、なんか調整されてるような感じの音だけど、こっちはもうフルパワーで全部出し切るみたいな感じの鳴り方してるような気がしました。低音も高音もボーカルもなんか全部出し切っちゃうみたいなね感じがしました。マジか。改造前のこの基板を使ってた時のダイソースピーカーと今のダイソースピーカーも比べたいと思います。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。多分全然違うんじゃないかな。すごいね。こっちがダイレクトな音って感じがしますね。
このね、PM8403 っていうこの基板なんですけど、これ10個セットなんですよ。こいつ、まあ今、多分必要最低限のものしか載ってないんですけど、ノイズ対策すれば、ハムノイズっていうのかな？ああいったものも割と消せそう、消せるっぽいんですよね。ちょっとしっかり詳しくは調べてないんですけど、そういう対策をしっかりとってしまえば、もちろんボリュームもつけれるみたいなんですよ。そういう対策をとってボリュームつけて、ここに固定したら、ダイソーのやつが勝つんじゃね？アンプのチップが変わるだけで、こんなに音変わるんだね。ちょっとノイズは気になったけど。いや、すごいなぁ。どうでした？こっちよりこっちの方が良くなかったですか？根本的な音の力みたいなもので言うと、こっちよりもこっちの方が強い気がするなぁ。全部イメージですよ。耳が腐ってるおっさんの印象です。まあ、好みかな？個人的な好みで言うと、ノイズさえもっと軽減できれば、こいつの方が強くなるんじゃねって気がしたなぁ。こっちはなんでじゃあ抑えられてんだろう。やっぱこのノイズ軽減のためのコンデンサーとかを入れてると、ノイズは軽減されるけども、ちょっと音は控えめになるっていうことなんだろうか。ちょっと控えめになってたな。不快な部分を取り除こうとするとこういう音質に変わるのかもしれないですね。オーディオインターフェースの質の差でこっちがちょっと上品な音になったのかもしれないです。この耳が腐ってるおじさんの私は、元気いっぱいパワフルなやつがいい音って今勘違いしてるんで、こっちがいい音だと思ってしまったのかもしれないですね。はい、というわけで今回はこの2つを比べてきましたけども、やっぱり元々はこっちの方が音は良かったですね。で、試しにダイソーの方をこのこっちで使われてるアンプに変えてみたら、なんかめちゃくちゃ元気、めちゃくちゃボーカルとか低音が強くなった。はっきり聞こえるようになった。こいつ超えたんじゃねっていうぐらい、なんか強かったな。単純にバカうるさいだけかもしれないけどね。単純にバカうるさかったのかな。なんかこいつを一瞬超えた気がしたな。自分で改造したから愛着が湧いてそういう風に感じてるだけかもしれないですけど。ミニジャックでパソコンから直接この信号を取っても、そんなノイズとかは乗ってないような気がしましたね。個人的にですね。個人的に。ただ、こいつに変えた途端にめちゃくちゃノイズ乗ってきたけどね。めちゃくちゃ。超気になった。もし、ちっちゃいちっちゃいキューブ型のスピーカーで、ダイソーにもあるけど、こっちにもある、どっちがいいかなーって悩んでる人は、まあ、参考にしていただければなと思います。音は確実にこっちの方がいいですね。ただ、こいつを改造して、このキューブ並みの音質を出せるんじゃねえかって気がしてきました。いろいろ遊べそうっすよね。今回も、大した知識も耳の良さも持ってないのに、スピーカーをごちゃごちゃいじってうんちく垂れたんで、勝利です。はい、僕が知りたい。はい、僕が知りたい。というわけで皆さん、また見てくださいね。バイバイ。これね、こうやってさ、こう切れ目があって、こうパキって割れるんですよ、こうやって。こうやって。ここも真ん中から割れるの。ほら。300円ぐらいです。10枚で。なんかいじりたいね。